行かないよ。大野富雄って、あの N 国党の流山市議会議員が怒ってんです、僕に対して。昨日から着信電話が夜9時からですね、1時間ごとにプル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 で、まだですか、まだですかって言って、大野さんが怒ってんだよ。大野富雄というね、元千葉県の流山市の議員さんが怒ってんですよ。こうやってずーっと、いつ出ますか、いつ出ますかって、大野さんから。どんだけ電話かけてくる恋人かよ、本当に。要は、前回の配信におきまして、その大野さんに対して僕が、大野さんがね、そのやるみちゃんのね、わざわざ傍聴に行って、で、それをしたことについて、ちょっと気持ち悪がってましたよっていうことを配信で言ったら、そうしたら、大野さんがとても傷ついたみたいで、ショックというか、なんかすごい言い訳された。いや、これはどうなんで、これはこうこうこういうで、ね、長谷川里奈候補の、議会を見に行ったのも、市政のためであり、広報の一環を担っている手前、うんたらかんだらって、うんちく述べてた。というわけで、大野さんがね、どういうつもりで、今さっきもかかってきたもん、かけ直します。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。どうも。私、昨日はあれですよ、ちょっと出てたもんですから、夜帰ってきて、で、YouTube で配信見たんですよ。YouTube で、その、なんでしたっけね、仕事がなくなる、マジの5、あ、マジで5秒前とかいあ、じゃあ、う、マジ仕で事がなく仕事がなくなる5秒前というタイトルになる。そこ間違いないでください。なる。で、その中で話されてたのが、私が金曜日に所沢市議会で傍聴に出かけたんですよね。で、それをね、その長谷川さんが気に食わなかったのか、来ないでくれっていうのを伝言で頼んだっていう内容でしたよね。もうそうですね。長谷川さんは、なんか大野さんが行くことによって気味悪がってたっていうのは、ねえ、そうですね。それは僕のせいじゃないですからね、ちなみに言ういと。やいや、それは分かりますよ。でも、それってどう思います？大野さんって流山市議会じゃないですか、市じゃないですか。それがなんで所沢市にまで行って、長谷川里奈の行動を監視したのかなっていう部分は、違います。あ、そうですか。そういう認識なんですか。っていうのを、だって普通思いますよ、そういうふうに。だって単純に。いだっや、て、私は、なんで所沢まで行ったのかっていうと、家で、そのインターネット上の配信見るっていう方法もあったわけですけど、議会に行ってみた方が、より情報が伝わると思ったんですよ。わかるっていう意味なんです。どうして議会に直接見た方が情報伝わるんですか？だって一緒私じゃないはです画か。面しか見えないじゃないですか。だって画面でも音聞こえて、それで見れるじゃないですか。いやいや、違うぞ。いろんなことがわかりますよ。例えば？例えばですね、これは私の個人の主観になっちゃいますけど、だから答弁者しか基本的には画面に映らないじゃないですか。でもそれ以外の時に、例えば私が見て印象、あくまで私の印象ですけど、今、藤本市長が当然、すべての、その審議の時、質問の時に座ってるんですけど、正直言って藤本さんの印象、態度悪いなと思ったんです。でもそれ大野さんに関係ない話じゃないですか。十分じゃないですか。だって長谷川議員違いの。ますよ。それ以外にも、いいですか？あと、来月、その任期満了で市長選挙が行われて、東京に来られて、所沢で立候補予定の小野塚さんを応援する、支援するっていうようなことも発表されて、街頭で演説やってるはずなんです。で、それで市長選挙のことも気になるし、もっと言うと、所沢市議会で言えば、6月に定例会があって、その時定例議会の最終日が何か紛糾したんですね。それで、会議時間をどんどん延長して、日付変わって午前1時、2時まで、議会を開いてたっていうのがあったんです。で、そういうのも、なんであったんだって、詳細分かんなかったんですけど、行って、あれですよ、実際に傍聴して、あるいは市議会代表を見て、それでいろいろ分かりましたよ。コメントでは、画面で見ると胸が平らだから直接見たとか、そういう悪口ばっか書いてあったから、大野さあ、いん。や、だから、それ、食べ物の時に、後から帰ってから見ましたけど、コメントなんかみんな下ネタっていうのか、目がエロい、目がエロい、あとは乳見てる、乳見てるって、そればっかりですよで、見ね。てたじゃないですか、実際、目のつぶらな瞳で、チラッチラッ。だから別に私は見てないつもりというか、なるべく見ないようにと思ってたんですけど、やっぱりそういうふうに見られちゃうなと思ってたんです。だから、例えば自分が1のつもりでも、
ね、視聴者の側からしたら5とか10に捉えちゃう可能性が高いだろうから見ないよ。いや、わかる。大野さんの気持ちはわかる。なんで長谷川候補は大野さんが見に行くことに対して NG 出したのか、俺そこは確かにね、ちょっと本人に聞かなきゃわかんない。だからそれがおかしいじゃないですかっても、うん、最初にで長谷川さんから電話もらった時に、はい、普通に考えたら傍聴を制限するなんてのもね、市議会議員がそういう発想するっていう不思議じゃないですか。大野さんのチンポが傍聴したとか、そんなこと、いや、くだらないこと書いてるつもり。結局、久保田さんからしたら、くだらなそういうこと考えずに、はい、配信のネタになるだろうってことで乗っかっちゃったんじゃないの。いや、僕はそう、だから、あの、大野さんが傍聴しに行ったのは分かりますよ。それは全然気持ちは分かるんですよ。だって、つまり久保田さんも、私が所沢まで傍聴に行くのがおかしいという考え方なんですか。いや、おかしいとは思わないですし、一個人としてはいいと思うんですけど、ただやるみさんが、とにかく、ただ、気持ち悪いって言ったじゃないですか。いや、気持ち悪くはないと、別に大野さんが気持ち悪い。だからそれは、個人の、あの、土地、あの、久保田さん個人の、自分自身の考えじゃなくて、はい、ね、長谷川議員が気持ち悪いって言ってたよっていう意味かもしれませんけど、はい、それをわざわざインターネットを通じて、広く、流布したってことはどうなんですか。いや、それはまあ僕が 92% ぐらい悪いですよ、それは確かにね。いや、だから極論言ったら、長谷川さんからの言い分聞いたときに、はい、なんで市民の傍聴、はい、ね、市外だったとしても傍聴を制限するんだ、断るんだってことでおかしいと思わなかったら、久保田さんも、なんで市議会議員4年弱やってるのに、そういう発想になっちゃう。いや、だから、あの、その言い分は、あの、なんとなく分かるんですけど、やるみさんが大野さんをって言ったから、大野さんに、要はなんか、何らしかのその要因があったんじゃないかなというふうな、結びつけれるじゃないですか。まあ、そうでしょうけど、そう、例えば、あの、そうした時に、うん、だからもっとね、疑っちゃったら、長谷川さんは私のことが嫌いだから、私の評価を下げるために、久保田さんを使って、ね、大野に言ってくれって言ったんじゃないですか。いや、そんなことないですよ。暗黒放送を使って、インターネット上で広く、ね、大野が気持ち悪いっていうことをルフしてくれるっていうことを予見できたんじゃないの。あるいは、さらに言えば、そのことを期待して、ね、久保田学さんに、大野が気持ち悪いから来ないでくれって言ってくれっていうふうに、そんなこと言うわけないじゃないですか、大野さんに対して。いやー、わかんないですよ。だから人の内心が、だから聞いてみます。今それを聞いてみます。聞いてみますか。だから直接じゃなくて間に、ね、はい、ちゃんと解説が入ったからそうなっちゃったんじゃないですか。まあ、ちょっと僕が油、火に油つけた気もしますけど、はい、まあ、だから極論言っちゃったら、久保田さんがそれ電話もらったタイミングってわかんないですけど、うん、はい、連絡もらったタイミングわかんないですけど、はい、私はそれ感知しませんから、直接やればっていうふうに、その時断ればよかったんじゃないですか。まあ、ちょっと分かりましたんで、ちょっと一回片方の言い分分かったんで、ちょっとやるみちゃんの言い分聞きますんで、ね。はい。はい、すいません、はい。この調子ですよ。ちなみに20分で電話代が、俺高い電話代使ってるから、10分、10秒で20円か30円取られちゃうんで、えらい損失ですよ。見苦しい父の取り合いの争いはやめるときに言うと、別に父の取り合いなんかしてませんからね。俺と大野さんが、ね、その、やるみの父の取り合いなんかしてねえし、勘違いしないでくれよ、ほんとに。なんで大野さんがさ、画面越しだとさ、おっぱいがね、平面にしか見えないから横とか上とか下とかから見るためにさ、双眼鏡使って見に行ったとかさ、そういう突拍子もない嘘をつくのやめなさい、ほんとに。それこそ名誉毀損だわ。そんなね、やるみ、ちゃんは何、今日休みなのかな。長谷川候補のちょっと、候補者というか、もうでも本当にね、嫌がってたのは嘘じゃないんだよな。大野さん別にやるみちゃんに好意抱い、あ、もしもし、お久しぶりです。お久しぶりです。今配信中だけど大丈夫。はいはい、ちょっと今大野さんと喋ったけど、はい、大野さんね、すごいなんかすごいお怒りで、なんで私が言っちゃいけないんですか、はい、なんで聞く権利があるのにその権利を無視して、あ、ね、やるみは長谷川里奈は来させないんだって言って、怒り浸透でしたよ。私はツイッターで、事前に傍聴行っていいですかってリプライ来たんで、はい、まあ、できればネット中継をご利用くださいって送ったんですよ。なぜそれはネット中継を希望されたんですか。なんか旅部でグループラインできたじゃないですか。あ、で旅部でね、グループライン作りましたね、はい、なんかあそこも結構既読無視してたんですけど、うん、結構連投みたいな、なんかいっぱいライン来て結構無視してたんですけど、はい、なんかそれも構わず送ってくるタイプの人だったんで、はい、怖くてリプライとかも結構無視したり
結構塩対応してたんですけど、うん、なんか全然やむ気配がなかったんで、はいはいはい、だからちょっとあれかなと思って、あれかな、その言葉は良くないようにアルミちゃん、あれかなっていう言葉を言うといろんな意味を含んでちょっと俺もと大橋さん事件では思い出すから、うん、あれ とにかくあれかなと思ったのね、大野さんに対して。いやなんか、うん、まあ嫌われてはないんだろうなっていうそういうものを感じて、うん、でまあ聞く権利は確かにあるんで、うん、そこは別に責められるものではないんですけど、うん、だからちょっとこう距離感を空けたいなっていう意図を、うん、あの大野さんに伝えといてもらいたいなと思って、はい、最初は牧原さんに言ったんですよ。はいはいはい、牧原家にね、遠藤党の、うん、はい、うん、まああのグループラインあるじゃないですか、ある、ね、牧原さんとか、うん、みどりさんも、それでみどりさんがじゃあ代わりに言っといてやるって言ったから安心したんですけど、うんうん、まさか配信でネタにすると思ってなくて、あ、俺が配信中にそれ言うと思ってなかったってことね。あ、はい、なんか直接会った時に、うん、まあなんかちょっとこうたしなめる的なことを期待してたんですけど、あ、俺が余計なこと、大野さんは大野ロリオとか余計な悪口言っちゃったせいで余計火がついてしまった、あ、それは俺が悪かったですね、うん、でも大野さんもね悪気があってやってるわけじゃないっていうことだけは分かる、大野さんもなんか悪気がないから逆に怖いんです、悪気がないから怖い、はい、逆に何にじゃあ大野さんがあの下心満載に行った方が安心だっつうの、じゃあ違う、いやそれはまた違いますけど、はい、まあ、だって大野さんはなんか大野さんの言うにはその直接行くなって言ったんだけど、それでもやっぱり直接見ないとわからない、生で見るさ、その視点とかそういうなんだろう、ぬくもりじゃないけどそのなんかそういったのがわかるじゃないですか、直接生で見るとネット、ね、それもよくわかんないですけどね、でもなんかその遠くまでわざわざ来る熱意がちょっと狂気じみてるなと個人的に感じちゃって、ちなみにそうじゃない2時間っていうあれなんでしょうけど、うん、本人としては、はい、2時間かけてきた、私は、うん、はい、え、私はちょっとそれはどうなのかなと思って、うん、はい、あ、ちなみに朝から傍聴してました、大野さんって、はい、朝から晩まで、まあ、朝からずっと、私が一番だったんで、はい、あ、一番トップバッターだからそこでじーっとこうやって腕組んで、でこうやって見てたってことですね、うん、まあねえ、まあ、言っとくから、言っときましたからさっきガツンと、うん、はい、ありがとうございます、うん、でも本当頑張ってね、本当今後4年間いろいろとあると思います、はい、はい、みどりさんよりは頑張ってます。ほんじゃあちょっとね、大野さん大丈夫だから、まあちょっと俺も悪かった今回はね、しつけしてしまったから、じゃあ最後に誰がこの問題、誰が悪いかね、1、2、3、はい、じゃあ最後にね、ちょっともう行かない、野球行かなきゃいけないんで暗記してから行きます。この問題誰が悪いか、5、4、3、2、1、どん、俺僕ですか、言うにこと書いて、あ、そうです、それはすいませんでした、大野さんとやるみさん、それはすいませんでした、僕のせいで、僕がね引っかき回して余計ね解決どころかもっと複雑なね、あのパズルのように絡み合ってしまって、大野さんとやるみさんの仲をなんか変な感じにしてすいませんでした。